現在の客殿客殿は日蓮昇州総本山大石寺にあると覆う。総本山内で最も多くの法要が取り行われる中枢の建物である。イニシエより客殿の正面には深い門が建てられている。客殿では毎朝午前2時30分から歴代保守が高専流府記念の牛とラゴン行を修するほか主寺の法要が営まれる。他に 保守の大同士による、小大用や、隠し会合にも使われている。干渉6年、第9世、日宇の代に、初めて建立され、以来、檻に触れて再建されている。現在の建物は、平成10年春、第67世、日賢の代に建立された。客殿には、海山二祖日光が書者し、 大石寺創建時に酸素姫に授与した小沢屋本尊が安置され、十七世2世の代に増留された日蓮大聖人ご映像が本尊に向かって左側、同じく日光聖人ご映像が本尊に向かって右側に安置されている。客殿の大同史跡は内陣前方の左側に東向きで配置されている。日目の席とされ、 主情を消す三宝村に取り継いでいるという意味がある。ただし、正大行の際は、保守自身が修行するという意味で、常設の大道史跡には着座せず、内陣中央に正面向きで用意された、特設の大道史跡に着座して務める。大道史跡の左側には、牛トラゴン領の際に保守が、本門階段の大井の本尊を要拝するための、妖拝所が設けられている。 全保守が着座する良い巨石は、内陣前方の右側に大道史石に向かい合う、形で設けられる。客殿に安置されている本尊は、大石寺落成翌日の昭和を3年10月13日、日光が日目に授与した大幅な本尊である。古来、日蓮昭州ではこの本尊を、御座外本尊あるいは、譲る座ご本尊と称している。この本尊の脇書には、 昭和3年10月13日これを映す。日光、日目にこれを授与すと記されてある。当初は原本の私服本尊が安置されていたが、第24世ひなががご法蔵に収蔵し、光営3年6月15日に現在安置の板本尊をも告した。ひながは、御座替本尊裏書きに、東山長方地脈手続きの大曼荼羅にして、御座代わりとゴーす。 今まさにこれを写し彫刻せしめて法上に安置、成し立て祭り賃に三大秘宝光線の利益を祈ると認めている。現在の深い門深い門は客殿の正面にある小さな門で光線ルフの暁まで開かれることのない門としてこの名がある。また、直視門とも称す。創建は不明であるが、教法2年に鬼門と共に再建第32整備教の時に 屋根替えの記録がある。現在の門は1998年に客殿と共に再建された。江戸時代中期の大石寺境大図に客殿とその正面の深い門が描かれている。また、明治末期の客殿と深い門の写真も現存する。大客殿大客殿は1964年春、第66世日たちの第に相続の寄進により、 ホッケ本門大客殿として再建された。アンチ本尊は小座街本尊で、大道史跡の配置もほぼ同じであった。建物は当時としての最新土木建築技術により、鉄筋コンクリート5階建てで、1階はピロティ、2階は下足室、3階は5階まで吹き抜けの630畳の大広間だった。構造は、鉄筋コンクリートに重シェル構造。 一万千五百トンの屋根を四隅の空洞の柱で支えるものだった。地震に対しての強度も震度8でも十分耐えられるよう設計された。大客殿は完成した昭和39年度の日本建築学会賞、さらに翌年建築業協会賞及び b c s 賞に輝いた。設計は後に小本堂を設計した横山君を 建設準備にあたっては、諸国より建設資材として大理石やカナダヒマラヤ杉、コンクリートの砂にはガンジス川の砂を使用した。ピロティーのホール壁面には見るも勇壮な気持ちになる陶壁、鳳凰が飾られていた。これは日本画壇の最高峰、加山又蔵が下絵を描き、陶芸家加藤東九郎が制作したという現代日本を代表する。 芸術家の合作だった。大客伝広場には、噴水が設置され、参拝者を和ませたと言われる。その後、平成7年1月の阪神、淡路大震災を契機に建設関係者による耐震診断が行われ、東海地震が発生した際に、東海の危険性が大きいことを指摘され、同年9月に本尊を大高動へ遷座大客伝を解体し、 現在の客殿の建て替えに踏み切った。現在の客殿は平成10年3月25日に深い門とともに再建され、この年、この楽景を記念して、北家高10万総登山が挙行された。2階建ての順和風作りで、その外観は昭和6年の大改修後の客殿を彷彿させる。間口、奥行きとも約メートル、高さはメートルで、 同時50等に匹敵する高さである。内部の基本構造は鉄骨作りであるが、外装や道内の仕上げはすべて木材を使用し、伝統的和風建築となっている。1階が玄関と下足室、倉庫、2階2112畳の大広間がある。ありがとうございます。